奥大器6月24日隊は学生運動を行う市民活動家。平和安全法制に反対する自由と民主主義のための学生緊急行動を創設したメンバーの一人。セルズ前身の特定秘密保護法に反対する学生有志の会の創設メンバーでもある。一般社団法人リデモスの創設者代表理事。1992年生まれ。 福岡県北九州市出身。父親は、日本バプテスト連盟の牧師の奥立市で、ホームレスや貧困者を支援する、特定非営利活動法人、抱え、白木の理事長を務めている。中学2年時に不登校。その後、島根県豪津市にある全寮制のキリスト教、愛信高等学校に入学。同校の授業で海外の貧困問題に関心を持ち。 国際学部に進むきっかけとなった。2011年、明治学院大学国際学部に指定校推薦で入学。入試の面接時には後に協調を出す面接官の高橋玄一郎とカレーの話で盛り上がったという。大学入学直前に東日本大震災が起こり、被災地支援に関わる。短編ドキュメンタリー。 生きる312を監督として制作し、2013年に国際平和映像祭でグランプリと地球の歩き方賞をダブル受賞した。また、震災後の政治運動について考える団体、ザ・テンポラリーオートのマスゾーンを運営した。5月から大学に復帰するが、その後休学しカナダなどに留学した。2013年12月、サスプロを1年限定で設立し、 いくつかの大学に組織を広げ、反対運動を行った。サスプルは2014年12月10日に解散したが、その後、主に沖縄、辺野古基地問題の政治運動を行う、自由と民主主義のための学生緊急行動を発足した。そして、翌2015年5月にセールズの結成につながった。セールズは、サスプルに比べ大きな組織となり、 同年6月時点で20大学ほどの学生100名を大きく超える規模となったと奥田本人は述べている。同年8月23日、連合が主催した国会前の反安保関連法案集会で8月21日の特別委員会において民主党の質問中にそんなことどうでもいいじゃんとヤジを飛ばした自民党の安倍晋三に対してどうでもいいなら総理を辞めろ。 憲法を守れ、戦争反対、安倍はやめろなドラップ調で連呼したことで、産経新聞に報道された。9月15日、平和安全法制を審議する参院特別委員会の中央公聴会で意見を表明する、公述人に民主党の推薦で、大学の法学の名誉教授や、元最高裁判所判事などに並んで意見を、陳述した。奥田は、 法案への反対の立場で意見を述べた。2015年12月1日、奥田は政党への政策提言などを行う一般社団法人、リデモス市民のためのシンクタンクマイナスを設立。奥田は代表理事に就任した。同月14日に奥田は参院議員会館にて設立の記者会見を行った。記者会見で奥田は なぜ正式なプロセスで疑問し立てできないのかと疑問を持ったとし、こうした思いを法律レベルにして発信したいと述べた。2016年3月27日、民進党決闘大会にて来賓として登壇した。大学在学中から、一橋大学大学院進学を目指して勉強を行い、2015年3月に大学を卒業、4月から、 一橋大学大学院に進学。政治学を専攻し、政治参加の方法を体系的に分析、研究する。二千十六年四月十日、アジアの民主主義や民主化運動の状況を話し合う、若者団体の初会議が、フィリピンのマニラで開かれ、台湾の林ヒホラ、ひまわり学生運動のメンバーや、香港の天マガ革命のメンバーなど、合計十の国や、 地域の代表が参加し、日本からは、奥田らセルズのメンバーが参加した。会議では、セルズのデモのスタイルが称賛されたほか、奥田が、努力しないとそれをつかめないということを忘れてはならない、と述べるなどした。また参加者から、日本は、アジアの中で、最も民主主義が進んだ国という認識を聞かされ、戸惑ったという。同年フジロックフェスティバルへの出演が発表されると、 賛否両論がインターネット上を賑わせた。2017年の第48回衆議院議員総選挙の直前には、決闘されて間もない立憲民主党の枝野幸を代表と街頭宣伝を行った。ありがとうございます。